アメリカン航空383便エンジン故障事故は2016年10月28日にシカゴオヘア国際空港発マイアミ国際空港域の定期便だったアメリカン航空383便が滑走路 28R を離陸滑走中に右エンジンが故障し火災が発生した事故である。乗員は離陸を中断し乗客全員を避難させた。 20人が負傷し、航空機はひどい損傷を受けた。機体が停止した地点から2920フィート離れたユナイテッドパーセルサービスの施設の屋根を一部の破片が貫通し、建物の床にまで達したが、UPS の従業員に怪我はなかった。2016年6月に撮影された事故機事故機は、 ボーイング767から 323ER で2機のゼネラルエレクトリック CF6 から80エンジンを搭載していた。登録番号は N345 案で2003年4月16日にアメリカン航空に納入されており、事故当時は製造から13年経っていた。胴体の右側は火災による被害をかなり受け、右翼は焼け落ちてしまった部分もある。 現地時間14時31分383便は離陸のため滑走路に侵入した。10秒後、機長は水力を最大にした。この時、操縦は機長が担当しており、副操縦士は景気を監視していた。副操縦士が80ノットの読み上げをした2から3秒後に爆発音がした。機体は右へそれ始めたため、機長は離陸を中断した。 パイロットはこの時の速度を110ノットほどだと考えていたが実際には136ノットまで加速していた。前方から見た事故機の残骸異常発生から7秒後、副操縦士が管制官にアメリカン383ヘビー滑走路上で停止する。と報告した。これに対して管制官は了解、了解、火災だ。と返答した。機体が停止した後、 パイロットたちは火災チェックリストを開始した。停止から8から12秒後に左主翼上の非常口が開けられ、続いて左前ドアと右前ドアが開かれた。チェックリストを完了したパイロットたちは乗客全員の避難を確認し、自らも避難した。緊急脱出により1人が重傷を、19人が軽傷を負ったが死者は出なかった。横から見た。 事故機の残骸炎上した主翼連邦航空局と国家運輸安全委員会が事故調査を行った。2016年10月29日、NTSB はゼネラルエレクトリック社製の右エンジンを検査すると明らかにした。ディスクの約90%に歩道調査官が回収し、中には約1800フィート離れて落ちていた部品もあったと判明した。 2017年7月 GE Aviation はサービスブリテンを発行し2000年以前に製造された CF6 のエンジンディスクを検査するよう航空会社に推奨した。同年9月 FAA は2000年以前に製造された CF6 タービンディスクの超音波検査の義務化を提案した。2018年1月30日 NTSB は 最終報告書を公表した。報告書では、事故原因として、右エンジンの第二ディスクの破損が挙げられた。この破損により、燃料パイプ、及び、右主翼の燃料タンクが損傷を受け、大規模な燃料漏れが発生したため、右主翼で火災が発生した。調査から、製造時の段階で、右エンジンの第二ディスクに亀裂が生じており、 飛行を重ねるにつれ金属疲労により亀裂が徐々に大きくなっていたことが判明した。この亀裂は製造時及びメンテナンス時の検査で発見することが難しいものであった。2018年8月30日 FAA は対空性改善指令を発令した。AD では CF6 の第1ディスク及び第2ディスクについて超音波検査を 継続的に行うよう航空会社に求めた。NTSB はエンジン火災時の手順について、飛行中と地上でそれぞれ異なったものを使用することを推奨した。この事故の際に使われた手順では明確な区別がなく、地上でエンジン火災が発生した場合、もう一方のエンジンも停止してから避難を行うということが記載されていなかった。そのため、避難に際して、 乗客の一人がエンジンの排気によって地面に叩きつけられ、重傷を負った。また、この手順ではエンジンに備え付けられた2つの消火ボトルのうち1つのみを使用し、効果があるかどうか30秒待つこととされていた。しかし、地上で火災が発生した際の手順ではすぐに両方のボトルを使用し、避難を安全に行える環境を確保することとされていた。その他、 NTSB は、客室乗務員がインターホンを適切に使用できなかったことや、避難の指示などに関する乗員間のコミュニケーションの問題についても指摘した。また、避難時に手荷物を持って脱出する乗客がいたことなどから、これらの対策に関する研究も行われた。調査報告書より、事故機の CVR に記録された音声データ。ありがとうございます。